あやかしがゆえ成仏できぬのか。未練があるゆえ成仏できぬのか。修行が終わったら必ず迎えに行く。なぜ彼女と約束をした？いけぬと分かっておったはずだ。彼女に生きる理由を与えたかっただけです。師匠、私は間違っていたのでしょうか？ただ己の心に従え、他者に求めるなかれ。仏が私に一生嘘をつき、私もまた彼女に一生嘘をついた。全部嘘だった。成仏せよ、地味毛量。安心か。全ては拙僧のせいだ。あの時そなたを輪廻に送り込めばよかった。この手で引導を渡してやろう。そなたにとっても救いとなるはずだ。何者だ？因果応報、輪廻転生。まさかそなたがあやかしとなり、かの命を救うとは。だと千万回殺したくなるほど憎いわ。
あの人の精子は私のもの。彼は私の身を愛し、私の手で死んでもらう。行きなさい。おっ、くっ、一切修正ことごとく物性ある。妄想執着ゆえに悟らず。はっ、くっ。かつての私は、あの人に愛してもらうためなら何も厭わなかった。彼の裏切りが許せなかった。私が怖い？迎えに来ると約束したでしょ。今こうしてあなたのそばにやってきたの。なのになぜ怖がっている？彼はとっくにそなたのことなどわからなくなっておる。でたらめを言うな。万象は夢のごとし、そろそろ執念から解放されるがよい。私のことを忘れる。許すものか。修行が終わったら必ず迎えに行く。
私が守ってあげるわ。あの約束を。やめなさい。そなたまで永遠に苦しむことになるぞ。そなたは独占欲を愛と勘違いしておる。両方とも成仏できず、苦海をさまよい続けるであろう。それでもよいのか。そなたが苦しめておるのは己の心だぞ。今度こそ必ずこの手で悲劇を終わらせる。君の中を一人孤独な影を残し歩く欠片一つ残す。全てを飲み込む凶暴な海には無垢な涙など一滴もない。引き裂く何かが私を困らせる。